着きました。石原だけ死んでいく。たくさん号があって、で砲台跡がこうあって、ここすごい長いトンネルがある。めちゃ怖いねこれ確かに。じゃあレッツゴー。もっとこう防衛？なんていうの？港防衛？港防衛のために1897でも実際は使われてないですもんね。そう。なんか設置する前に終わっちゃったみたいな。いやもうやばいでしょ。ここキャンプ場。これキャンプ場。そう。めちゃ怖いけどね、こんなとこでキャンプするの。個室じゃないの。バカ。バカ怖いからね、ここ。これやばい。入れるんですか。入れる。入れる。コンボ。ああ、なんかちょっとでもここ寒気した。対馬に行った時に、本当こんな感じのところで野宿したんですよ。ちょうど雨風しとけるいやもうこれだったら雨に当たりたいと思っちゃう俺は寝袋いや怖いってこれ本当に深山ここあっカラスおこれね引かないんだよ電気があーいなくなっちゃったでゲジゲジとコウモリがやばいあやっぱつかないじゃんここいやちょっと前田くんライト欲しいな何も見えない全然怖がりやばいもっと先っちょ俺普通だったら電気がつくらしいんですよ、すげえ寒いししかもでも後ろやばいです。後ろめっちゃ怖いです。飛ばされそう。コウモリにはしゃぐし。あの、ブヨブヨでも生き物にやっぱ目がいっちゃうんですよね。コバさんより生き物が勝つ。何コウモリなのこれ。油。油コウ。野生のペットボトルの。これ先はここで止まり終わりで確かおぉうわかわいいかわいいあかわいいあーちょ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 お前じっくり撮りたいけどベビーおぉかわいいめっちゃこんな間近で見ることないね。めちゃくちゃ見えてます。どうかちょっとでも当てすぎると可愛さが入る。すごい。卵ですか。なんかあの目玉焼き。足長部分なんですけど、家との中でよく見る足長部分が違うやつで、小足長部分っていうんですけど、顔に白いラインが入るんですよ、家で見る足長部分。これ、顔にラインがないのが小足長部分っていう、森林性の山とかの方を見る足長部分。これ、多分無理な人は無理だな。まあ、でも目かわいい。家のは白いライン。森林性はあるのかな。
まつまだらかまどまかどまんまかまどまんまかまどまんまちょっとわかんないです角にいるパスか多分かまどみたいな暗くてジメジメしたところにいるパスラのやつって言ったへかまどかどぶかだかかかかまどうえこれ、これの解説もお願いしますこれはもう前田くんの得意分野コカ・コーラ社の緑茶です本当にお茶なのいや、飲まないうわ、いっぱいいるうわ、すごいかわいいうわちょっとあれ近くで撮りたいなこの母ちゃん、虫食べるの何食べるの宇宙食うわすごい。うわこれいやここやばい。あ生まれたやつ。うわすごいいるもうつぶつぶ全部。雲もう絶対見れない人無理よこれ。寛容だじゃないですか。うわうわうわ。びっくりしたー、ほんとに。じゃあ次の企画はここで一泊っすね。これ、この間なんか言われたんですけど、なんでコウモリ頭に血のぼんないのって。それとか、血液が少ないんですよ、コウモリ。飛べるようになってる。だから、その、血圧の差がないから、ふらふらしないな、頭が。ちょっと待って、本当に痛いです。あでもすごい幻想的だねこのこれ。あとでここでパシャッと春岡の写真入れとこうかどうか。うわすごいすごいすごい。すげえ。あシャッタースピード上げるの忘れてた。いや。ホラーっぽいけど。おお、かっこいい。記念写真いいですか。めっちゃなりきった方がいいよ。もっともっとなんかまだ恥ずかしさ捨ててないよ。目線外して、目線外して。あ、そうそうそう、いいね。あ、いいね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 。足もちょっと変えてみようか。あ、いいね。それちょっとダサいな。あ、いいね、いいね。あ、いいね。あ、うん、いい感じかも。サムネ中OK です。はい、はい、ここです。あーすごい。砲台跡ここなんすか。宇宙探し写真宇宙探しどこ行っても無知の話してる。何がいるんですか。ダンゴムシ。今年の春ダンゴムシ展やったばっかなんで。ダンゴムシ熱がちょっと収まんない。熱ですよ。めっちゃ楽しかった。でこんだけ話せるのすごいな。大和市場。片髪が食草なんです。クローバーもありますね。片髪は周産が多いのかな。これが食草なんで卵を産んだら専用に持って帰りたい。これ大箱で産んでるの。めっちゃ生えてんねこれ。こう立てで閉めて。め
ちゃぶりということで、ホーダイアートでした。バイバーイ素晴らしい